はい、ビートルヨロザでございます。本日は、ワンプレートですね。ワンプレートの揚げ物と、なんやろ、ダブルチーズソースのポテトのベーコン焼きですね。ポテトベーコン焼きです。チーズソースの。それと、カニクリームコロッケと、唐揚げと、サラダ、出しました。で、このマヨネーズは、キューピーが出してる、タルタルマヨネーズでございます。早速これでいただきたいと思います。早速いただきます。はい、皆さんお疲れ様です。ああ、今日もなんか雨、朝方に上がって、ずっと曇ってて、雨上がったらなんか暑いですね。お疲れ様です。ああ、うめえ。ああ、今ちょっと飲みたい気分です。早速、ポテトベーコン焼きを食べましょう。このベーコンの下に、ポテトのスライスした跡が引いてあって、それをちょっと焼いたやつです。いただきます。うん。わ、めっちゃうまい。ポテトとベーコンですからね。それプラスチーズですからね、めちゃめちゃうまいですよ。もうこれこそほんまに飯テロですよ。サラダいただきます。うん、あ、サラダうまい。お、サラダあれやん、タルタルマヨネーズつけたらめちゃうまい。うん、あ、うまい。カニクリームコロッケが崩れた。中トロトロなんですよ。いただきます。あ、カニクリームコロッケうまい。めっちゃうまいっす。僕はクリームコロッケ大好きなんですよ。はい、カニクリーム、まあ普通のクリームコロッケでもカニクリームコロッケでもいいんですけど、トロトロのクリームコロッケが大好きです。まあ、揚げ物ってめっちゃ美味しいですよね。うわ、うまっ。チーズがひっついて、なんかひっついて分離した。はい、ベーコンとポテトを一緒に。うめ。唐揚げ。今日はですね、仕事今日早く終わったんですよ。今ちょうど3時ですね。3時といえばおやつタイムですよ。はい、まあ終わったのは2時過ぎぐらいなんですけどね。帰ってきたらちょうど3時でした。ちょっと晩飯にはちょっと早いかなと思って。ちょっと喉乾いてたんでね、もう帰ったらビール、糖質ゼロ飲もうと思ってたんですよ。
これうめ。このベーコン、じゃポテベーちゃん、ポテトベーコン焼き簡単そう。じゃがいもさっきあのレンチン、まあ皮むいてレンチンするじゃないですか。でレンチンして、まあスライスしたやつをレンチンするんですよ。であとはフライパンでベーコン乗せて、チーズ乗せて、ピザ用チーズ乗せて焼くだけです。ちょっと皮むくのがめんどくさいんですけどね。まあ皮むかんでも、洗って皮むかんでも全然 OK ですよ。まあスライスして、なんか耐熱容器に入れてレンチンして、でレンチンしてからフライパンで焼く、それだけでできます。唐揚げとクリームコロッケはスーパーで買ってきました。唐揚げはちょっと家で揚げるとね大変なんですよ。まあ揚げ、まあ家で唐揚げするときあるんですけど、撮影するとき大変なんですよ。油が飛んだりね、カメラが油ベタでついたりね、油が飛んで。一回なんか唐揚げでも揚げてるとこでも一回撮ろうかなと前から思ってるんですけどね。揚げたての唐揚げをビール飲みながら食べる、そういう動画を撮ってみようと思ってるんですけどね。なんかこの唐揚げあれですよ、すごいガーリックが効いてますわ。ガーリックが効いててめっちゃうまいです。まあ、唐揚げっていろいろありますよね。あと美味しいのがまるちゃんの焼きそば、生麺あるじゃないですか。粉末ソースあるじゃないですか。あれをね鶏肉に絡めて、それで揚げたらめちゃめちゃ美味しいんですよ。唐揚げはもうタレのレシピはまあ豊富ですからね。あとこのポン酢醤油でつけたりとか、おろしポン酢でつけたりとかね。まあマヨネーズが一番人気あるんですかね。まあいろんな食べ方ありますよね。まあ僕はもう何でも好きなんですよ。マヨネーズも好きやし、おろしポン酢も好きやし、あとゆずしょう、じゃあどうかな、あとタルタルソースと、あとレモン汁と、まあどんな食べ方でも美味しいですけどね。もう食い方の選択肢がたくさんありますよ。衣が喉に引っかかった。あーうまい。今日昼休みあるんですよ。昼飯ココイチのカレー屋さん行ったんですよ。カレー屋さん行って、もう定番のカツカレー食ったんですよ。まあ今日はちょっと仕事やったんで、メガ盛りは食わへんかったけど、普通にまあ600グラムぐらいですかね。カツカレーうまいですよね。まあ今日行ったら、
結構男性客が結構来てまして、まあ、昼の時間ですからね。ほんだら結構カツカレー頼むと結構多いんですよね。若い子とかは大概カツカレーとかね。でちょっとまあ高齢油が中年ぐらいになってきたらやっぱ体のことを気遣ってちょっとヘルシーな、まあ、カレー食ったりとかね。僕はもう迷わずカツカレーにしました。やっぱ食べ物で一番美味しいのはやっぱ茶色系ちゃいますかね。僕なんか茶色系が一番美味しいかなと思うんですよ。まあ揚げ物とか、まあこのベーコンポテトパイとか焼いたら当然ちょっと茶色くなるじゃないですか。やっぱ茶色系が一番美味しいかなと思ったりするんですよ。あ、そう、11月、ハロウィン過ぎたらあれですね、また連休ありますね。週末、今週末ですね、ハロウィン。なんかハロウィンはなんか、ハロウィンの曜日はなんか、確か雨だったと思うんですよ。社会人の男はあんまり関係ないですけどね、うん、まあ、社会人の男性は、まあ、仕事でしょう、みんな仕事に追われて、うん、前かもうなんかいつの間にかそれハロウィンってもう終わったんかみたいな、いつもそんな感覚なんですけどね。まあ、仕事が忙しすぎて、もうハロウィンなんかまた眼中にないというか、うん、まあどっちかというと学生さんが多いんですかね、まあ、おそらく、まあ、社会人の方もおられるけど、まあ、仮装してる方は若い子が多いですからね、学生さんが多分多いのかなと思ったりしますが。まあ、ハロウィンになってくると、あの、コスですか？着るやつ、コス。コスも売れるんでしょうね。まあ、たった一日だけやけど、一斉にみんな買うんやろね。アマゾンかなんかで。ハロウィンもなんか恒例の行事になってきて、ね、もう完全ビジネス化になってますもんね。まあ東京とかのね、渋谷とかあの辺はもうすごい人集まるんやろう思うけど、それ以外のところはまあ集まるとこもあるんですけど、場所によったら、まあ人が集まりますからね。まあ人が集まるとやっぱりビジネスになりますからね。まあコンビニなんかでも、コンビニも売れるでしょうね。ジュースやら飲み物とかで。確かハロウィンってあれでしょうね、
子供にお菓子を配るっていうのがほんまそうなんですよね。確かに。本当は近所に回って子供にお菓子を配らないといけないんですよね、ほんまハロウィンは。近所に回って子供にお菓子あげてる姿なんか見たことないですよ。まあどっかのなんかスーパー、まあ、百貨店、まあ、あなんかそのどっかお店でなんか買ったら お菓子くれたとかそんなんはありますけどね。店の方からはいお菓子どうぞよで、まあまあそれなんですけどね。まあ、子供に、お菓子を与えて、まあ、前置きになるというか、決して仮装することがハロウィンではないんですよ。ただみんながそういう風にしてるからそうなってるだけで、実際は違いますけどね。まあ、いうか街中、いうか繁華街に子供は行けへんすからね。まあ、僕ら小学校の頃とかは、まあ、繁華街で遊んだんですけどね。今はまあ、たまにその土曜日とか日曜日とか、こう繁華街行くじゃないですか。子供いないですよ。うん、今のね。いるような観光客か、いて、修学旅行生ぐらいですかね。小学生とか、繁華街で見ないですね。僕らも、小学校の頃とかも、普通に大阪の難波とか、梅田とかの繁華街ありません。ああいうとこもしょっちゅう行ってますけどね。まあ今は、そうか。今はもう週末は、まあ家族で過ごすっていう風になってるんですかね。家族で過ごして、家族で外食してって、もう常に家族で過ごすみたいな、土日は。僕らの世代はもうそんな家族で過ごすっていうことがなかったですからね。まあ、家族で過ごすより友達と遊ぼうがめちゃめちゃ楽しかったですね。まあ友達の家行ったりね、友達の家行ったらなんか、なんか食べるか言うて、なんか作ってくれたりとかね。そんなんあったんですよね。もう今はもう、今の子とかは友達の家で遊ぶってもうないですよね。うん、なかなか今の時代やっぱり危ないですよね。家の中で連れていられると。うん、今の子供ってどんな遊びしてるんですかね。やっぱゲームですかね。まあ、たまに公園でなんか、ボール使って遊んでる子らもたんまに見かけるんですけどね。どんな遊びしてるんですかね。勉強ばっかりやってるんですかね。うん、それかいつもずっと親と一緒なんですかね。まあ、僕らの世代はやっぱ、親といると、やっぱり行き詰まりますからね。なんか親と一緒におったら怒られるっていうなんか、そういうのがね、あったから、やっぱりなんか、親といる時が一番居心地が悪かったっていうのはありますね。僕ら小学校の頃とかちょっと悪いことしたらよう近所の人に怒られたんですけどね。ほら坊主何やっとんやってね、怒鳴られたりとかどつかれたりとかしましたからね。今じゃダメですよ、どついたりとか。どついたらもう訴えられますからね。
まあ昔はそういう近所の他人さんとのコミュニケーションがねやっぱありましたからね。今はもうスマホで何でもできるんで、やっぱコミュニケーションなくなるというか、人と喋ることが、まあ職場とかで言ったら喋りますけどね、コミュニケーションもだいぶ少なくなってるなと思いますね。まあでもこれからもっともっとそんなんかやっぱり人と話すっていうことがもうなくなってくるのかなとか思ったりしますよ。これから AI がね発達しだしたら、まあ結局あれなんですよね、あのこっちから話しかけたら話すんですけど、向こうから来るっていうことはまずないんですよね。まあなんか話しかけられるとなんか怪しいなっていうイメージなんですかね、怪しい人やなって思うんですかね。僕らは全然そんな全く思わないですからね。話しかけられてきてもえなんすかってすぐ対応したりするんですけどね。まあきっかけがないんだよね、人と話すっていうかコミュニケーション取るときって。特に職場とかやったら初めて入っていきなりコミュニケーション取れないじゃん。やっぱりある程度1週間ぐらいおって仕事慣れてちょっと仕事ができるようになってコミュニケーションが取れてくるっていう感じじゃないですか、ね、やっぱり人と話そうと思ったらなんかきっかけがなかったら無理なんですよね、何でもいいんですよ。なんか些細なことでもいいんですけど、なんか一つこうなんか話すことがあったらまあそこでこう交流ができるみたいな、そのきっかけが大事ですよね。はい、はい、ごちそうさまでした。はい、言うてる間に完食出しました、はい、めっちゃ美味しかったです。はい、本日はこの辺で、本日は、チーズソースのポテトベーコン焼きと、あとあのカニクリームコロッケと唐揚げとサラダと朝日統一ゼロでいただきました。めちゃめちゃ美味しかったです。はい、これからもいろんな動画上げていきますので、いいね、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ちょっとご視聴の方も最後まで見てもらうと非常に嬉しいです。それでは皆さん、また会いましょう。